こんにちは、茂木和也です。今回は茂木和也のお掃除お悩み相談室をやっていきたいと思います。今回はこちらのご質問ですね。 IH に鍋の吹きこぼし跡なのか、拭いても消えない汚れがあります。白い生ハゲで拭いてみたのですが、他の汚れは綺麗になりましたが跡が消えません。これはもう汚れではなく傷とかなのでしょうか、というご質問ですね。まずは白い生ハゲのご愛用、 ありがとうございます。嬉しいです。で、 IH 使っている方だったら結構悩んでる方いると思うんですけど、丸くとっても頑固な汚れがつくんですよ。熱が出るところにこう丸く汚れがつくんですよね。油汚れだと思われがちじゃないですか。油汚れがこびりついてると思う方多いと思うんですけども、だったら白い生ハゲで落ちるわけですよ。だったらマジックリンとか普通の油汚れ洗剤で落ちるわけですよ。でも落ちないじゃないですか。ということは油汚れではないということなんですよね。ではなんであんなに頑固なのかというと、あれは実は水垢なんですよ。水垢が頑固にさせてるんですよね。もちろん水垢だけじゃなくて焦げも入ってます。焦げの汚れも入ってて、2つの汚れが混ざってます。だから水垢は普通白い汚れなんですけれども、黒っぽかったり茶色っぽかったりするんですよね。それは焦げも混ざってるからということなんですね。で、水垢だったらあのクエン酸とかで落とせるじゃないですか、比較的軽度なものであれば。でも軽度じゃないんですよ、非常に頑固なんですよね。なぜかというと、その理由の一つがIH の天板がガラス素材だからですね。ガラス素材にこうくっつく水垢って非常に頑固になりがちなんですよ。それは IH に限らずお風呂場もどこでもそうです。ガラス面につく水垢は頑固になる傾向がありまして、クエン酸だとびくともしないっていうことが結構あるんですよね。じゃあどうやって落としたらいいかということなんで、その前になんでそこに水垢がつくのかっていう話なんですけれども、鍋とかフライパンとか洗ってすぐに火にかけて使いたい時ってあるじゃないですか。それを繰り返すとじわ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 水垢つくんですよ。なぜかっていうと、しっかり鍋底拭いていればいいですよ。でも水滴が残ってると、水道水には必ずミネラル分、硬度分が入っているので、火にかけた時に水道だけ、水だけ蒸発してミネラル分だけ残るんですよね。最初は薄くつくんですけども、だん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 繰り返していくとじわ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 目立ってきて、頑固な汚れになってしまうということですね。で、どうやって落とすかというと、もうズバリ答えは茂木和也が一番おすすめです。はい、こちら、これでもう落とせますよ。で、どうやって使うかというと、こういった専用のスポンジ、これ超人たわし Z っていうんですけれどもね、半分に切った状態です。これにつけてこうやってこするのもありなんですが、まあ、これ別わざわざ用意しなくてもラップで十分ですよ。ラップを、こんな感じに切って、こうやってですね、畳むわけですよ。で、こういう状態にして、これでこすると、天板にこうビーって丸くやって、でこれでこすると、そうすると簡単に取れます。結構そこそこ力入れないといけないですけどね、ぜひやってみてください。で、これ1本2000円するんで、まあちょっと IH だけ頻度よく使うのであれば、まあ少しもったいない気もするので、まあぜひお風呂の掃除とかにも使ってもらいたいんですが、お風呂の水垢はそんなにないですよって、別に落とさなくてもいいんですっていう方であれば、今年出た商品で茂木和也の IH 用の商品が出てるんですね。それは1300円ぐらいだったかな。これよりも結構安めになってるので、 IH に特化したものなので、まあそっち買われるのがいいと思います。もしかすればまだ店頭に並んでないかもしれないです、出たばっかりなので。いずれにしても、まあそういったクレンザー系の酸性系のクレンザーとかでやってもらうとよく落ちますね。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。という感じで、私のチャンネルでは日々の掃除の仕方や洗剤の選び方など、汚れ落としにフォーカスした内容を発信しております。もし今回の動画が参考になったということでしたら、チャンネル登録の方をしていただけたらとても嬉しいです。はい、ということでこれで終わります。どうもありがとうございました。さよなら。